バンドの頑張ってるバンドを紹介しようっていうコーナーの一発目が僕らだったんですよ。忍者っていう曲が忍者忍者はその用を足すところから生まれていったっていうことですか。そうですね、リードギターはもう完全に用を足す音です。僕もともとその小袋がすごく好きで、小袋それがまずギターを始めるきっかけでもあったんですけど、いろんなジャンルのアーティストさんとそのいわゆる対バンができるっていう、はいはいはい、まあ確かに。であったら僕らが目指すべき場所かなと。はい、バーディガップ始まりました。今回はですね、はい、バンドですね、はい、もうね、バンド名がちょっともうだいぶ変わっておりましてきつい、くっそ強いエビフライ、ここまでがバンド名でございます、はい、のボーカルギター井上さんとベースのケイトさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ何はともあれ乾杯でいきましょうかね。はい、はい、いいですか、いきますよ。はい、せーの、ディガー、お願いします。お願いします。ちょっと、じっとも待ってない暑さと太陽不遂だほでったで、全部僕に押し付けて理不尽極まりないな、前ねお越しいただいたあの、はい、ヨドパリ、はい、ヨドガーパリジェンヌのクリスさんからのご紹介ということですけれども、はい、もうこの時点でまああの変わってるんだろうなっていう感じはあるんですけども、ね、なんかテレビに出たりとか、それからドラマの主題歌に抜擢なんていう話も聞いてますけども、面白いですよね。ね、どういうきっかけでっていうのは、なんかバンドが辿っていたステップでいうと、もうすでにコロナで全然活動してない時期で、うん、DM が Twitter のね、うん、僕個人にダイレクトメッセージが来て、へえ、じゃあなんかどっかのまあまあこういうご時世でもあるけど、ライブハウスイベント出てて、そこに来てた関係者が、番組関係者がとかじゃなくて、いきなり DM からだったんですね。そうです、そもそも最初に出させていただいたのがその音楽系の深夜ちょっと遅い時間にやる、そのインディーズバンドの頑張ってるバンドを紹介しようというコーナーの一発目が僕らだったんですよ。なんていう番組なんですか。ブレイクアウトっていう、ブレイクアウトブレイクアウトさんっていう番組で、でもその番組何がっていう、僕ら関西のバンドなので関西で放送なかったんですよ。不思議ですね。美味しいよね。だから どう面白いね。どういうあれなのかなって、いまだにちょっとまあそこら辺はパッとはしないんですけど、ね。なんかドラマの主題歌にもつながっていったという。ドラマ、ラーメンデカっていうドラマの主題歌を やらせてもらったんですけど、うん、ブレイクアウトさんで紹介してくださって、うん、その関係者さんが、うん、そのブレイクアウトを見て、でメールを送ってくださったっていうのが多分、うん、一番、すごいね、でもまあやっぱりそれも結構ありきであるということですけども、共通認識として目指してる、例えばこういうバンドいいよねみたいな話はしてたんですか。なんか結構みんな趣味っていうか、その好きなバンドがばらけてるというか、音楽性が結構バラバラなんですけど、まあこのバンドは井上、はい、主軸というか、はいはいはい、作詞作曲ほぼ井上、うん、なんで、うん、まあでもそこでなんかね、なんかこう僕らがしっくりこない曲やったらこう意見が出てくると思うんですよね、はい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 、なんかこういやこんなダサい曲嫌やってなるんですけど、うん、それが結構割と今まで一度もなくて、やっぱその全員をやらせるぐらいの曲ポンって出してくるんで、うん、多分残りのメンバーも多分そう思ってるとは思うので、うんうん、曲がね、やっぱり井上さんの楽曲がいいなっていうことでみんながそれを軸に集まってるっていうことのようですけれども、曲作りになんかこう、どういう曲作りってそもそも、うん、その僕の中では、うん、そのメロディーとコード進行が大体同時進行で作っていくんですけど、うんうん、コード進行ができたら大体その、まあ、バッキングギターとベースラインとドラムっていうのは大体決まってくるじゃないですか、まあ、そうですね、こういう感じっていうのは。そうですね、うん、ただそのリードギターっていうのが
すごいふわっとしてる存在なんですよね。まあどうソロを弾くかっていうのは人によってね。そうですね。例えばサビとかでその、はいはい、ね、どういう動きをするかって、例えばオクターブで動くとか、うん、単音でテレテレテレみたいなやるとかもいろいろあるんですけど、うん、僕一人が作ってるわけじゃないですか曲を、うん、するとその同じようなフレーズがいっぱい出来上がっちゃうみたいなことが、まあその手癖とかありますもんね。そうですね、起こりうるわけですよ、うん、ただそれを起こらない方法がちょっとありまして、え、その井上さんが作ってるけど、つまりは井上さんが作ったと思えないようなものをどう作るかみたいな。そうですね。おう、っていうのも、うん、すごい簡単シンプルなんですけど、なんだろう、聞こえてくる音を、聞こえてくる音そのままフレーズにするだけです。聞こえてくる音っていうのはどういうこと？そのい生活しててってことですか？そうですね、生活する上で特に僕がよく、はい、あの、うん、一番リラックスして、うん、そのあこれだみたいなパッてなるのが、うん、トイレに行った時に、トイレに行った時に、そうですね、あの用を足すわけじゃないですか、はいはい、その時にその、うん、ね、うん、ちょろちょろみたいな、うんうんうん、音が、まあまあ、井上さんそれは何なんですか、そのいわゆる絶対音感的なことですか？そうですね。あ、そうなんだ。それを唯一人生で使える場面ですね、それがなるほどね。トイレはこう、まあ一人の時間だし、そうです、ちょっとこうリラックスしててっていうので入ってきやすい、周りにも音ないし、はあ。これはもう音階だって、もうそうですね、用を足す音が教えてくれる、用を足す音、まあまあある意味自分の生み出した音だったりするわけですけど、それでできた曲やらされてんの？うん、そうやって。すごいですねすごいですね。え、実際それが曲になったケースがあるってことですか？そうです。はいはいはい、はい、どんな曲名なのか。曲名まず忍者っていう曲が、忍者ございます。忍者はその用を足すところから生まれていったっていうことですか？そうですね、リードギターはもう完全に用を出す音です。あれはもう忍者という曲そのものあったんですか？忍者自体は、忍者自体いたんですか？もともとはそのコード進行メロディーから作ってって、うん、ドラム、ベースってつけてたんですよ。つけてた。結局最後リードギターが残るんですね。そうですよね、はい、たで、用を足す。リードギターのない忍者はいたが、 そこに用を足すことで完成するっていう。そうです。すごい状態ですね。どんなフレーズなのか気になりますね。そう思って聞きたいですよね。ヘイ、あ、出てきたよ。うちのスタッフで。ほんでそこに忍者よろしく、なんかスチャって収まったけど。いや、あ、ニンニンってしてる。概念なんで。概念、概念。これ。そして実際に、はい、実際にその元々、コード進行とメロディーが、うん、描かれた青が暖かく今を洗い流してるみたいな感じなんですけど、はいはい、それに対してリードギターがみたいなフレーズ、タタ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 、すごいね。そもそも井上さんはどういう音楽に影響を受けたっていうのははっきりしてるもんですか、それともいろんなところからなのか。僕もともとその小袋がすごく好きで、小袋、それがまずギターを始めるきっかけでもあったんですけど、小袋のすごく、これさん付けした方がいいですか？いや、いいんじゃないですか小袋に関してはグループ名なんでさんはいらないと思います。小袋のすごい戦術的な綺麗なメロディーと、うん、なんですかね、はいはい、すごい言い方悪くなって、すごい普通なんですよ曲が、うん、そのすごい普通っていうのに憧れて、ポップじゃないですか、はい、うん、J-POP っていうのがすごく、うん、ですかルーツにあるなと、はいはいはい、小袋なんですね、うん、今も変わらずお好きで、今もすごく一番好き。おもともと楽器をやりだしたのとかっていつなんですか？僕からいいですか、はい、僕は小袋がきっかけでギター始めたって言ったじゃないですか、うんうんうん、それが、高1の最後の方で。あ、結構思ったより遅いですね。そうですね、割と楽器につくのが遅くて、小学生とかの頃にその昔の携帯電話って、はい、スマホの前。そうです、スマホよりもずっと前ですね、うん、ソフトバンクになる前、おお、ボーダフォン、ジェイフォン、はいはい、その時代です。ありました。そうですね、その時代の携帯って、うん、
着メロ作成機能っていうのがあって、あ、ダウンロードじゃなくて自分で作る、そうです、ダウンロードも一応あったんですけ ど、自分でそのドレミファソラシド打ち込んで着メロを作るっていうのができたんですよね、うんうんうん、それを親の携帯を借りて、それで、自分の好きな曲をこうどんどんいろんな曲打ち込んでったり、聴いたまんま打ち込んでるんで、うん、だんだんその例えば曲の、ルールとかが分かってくるわけですよ、音だけでだんだんそのルールを知ってってみたいな感じが、その曲作りの基礎っていうかルーツ。ケイプさんは例えばいつ頃から？僕は本当小中高バリバリのサッカー部でして、サッカーの匂いがもう今ゼロですね、うん、よく言われますほんまにもうずっとサッカーばっかしてた人間で、でもずっとなんていうか母の影響というかで、うん、バンドは好きで、うんうん、であのね、もう何でも漫画とかにすぐ触発されちゃう結構痛いタイプの人間なんで、うん、あのベックっていう、はいはい、あのありましたね、漫画と、まあ、映画もあったんですけど、うん、その佐藤健さん主演のやつで、はい、その中でベースが向井理さんだったんですけど、はいはい、めちゃくちゃかっこよくて、うん、その日にもうその同じモデルのベース買いに感化されすぎですね。で持って帰ったはいいものの、うん、後から気づいたんですけど、うん、それベースがかっこいいんじゃなくて向井理さんがかっこいいだけだったんですよね、全然最初面白くなくて、うん、ベースってこう一人でやっててもあんまりこう、まあ、なかなかね、地味というか、でまあなんかサッカーやりながらやってた感じで、うん、まあでも大学入ると同時にもうサッカーやめてベースやろうっていう感じで、結構軽いノリというか、あんまそんな音楽に詳しくもなく、ただベースは好きかなって感じですね。あ、ベースは好きかなっていう感じです。ベースは好きかなって感じです。2回言うと何になんか音楽に深いこだわりとかあんまない。へえ、それが逆に僕のここの中でのいい立ち位置やなって感じです、ね、まあでも今聞いたらそうですね、全然こだわりないというか、うん、かっこいいもんはもうかっこいいからやるだけですね、うんうんうん、本当にすごいな。なんかこうなりたいよねとかこうしたいよねとかいうのは話し合ったりするんですか？もともと集まって最初の方に決めた目標がミュージックステーション、Mステ。そうですね。なんかこうテレビで音楽番組が少なくなってくる中で、やっぱもう老舗中の老舗として ね、生き残っている M ステ、うん。むしろ周りが減った分ますますね、M ステの存在感で増してる気がしますけど、M ステとか紅白って逆に出ないっていう人も一時期は出ないことがステータスみたいなこともあったでしょ。売れても出ないっていう。ありましたね。うん、だそういう意味ではむしろ要するにテレビと距離を置くっていうのもがかっこいいみたいな時代あったけど、割とそういう寺いみたいなのはないっていうね。そう、出れるなら出たいという、うん、例えばその大きいフェスじゃなくて、うん、大きいそのライブ会場武道館とかじゃなくて、うん、例えばミュージックステーションを選んだ理由っていうのが、いろんなジャンルのアーティストさんと、うん、そのいわゆる対バンができるっていう。はいはいはい、まあ確かに。アイドルもいれば。そうですね、うん。もう生でいろんなジャンルを一気に見るってすごい勉強になるというか、しかもそれでその自分たちも同じ空気感を味わえるっていうのが一番目指せる場所を目指すべき、うんうん、僕らが目指すべき場所かなと。書けましたか？そうですね。いっぱいです。さあどうなんでしょうか。はい、それではきついくっそ強いエビフライとはこういうバンドである。ドン。はい、良き独裁主義ギャップ系ミステリアスバンド。やったやった。めっちゃテンション上がってきた。はい、ということでじゃあお二人にお渡しいただいて、はい、マジで、はい、もう井上さんのこの今日一のテンションですけれどもね。どうぞ、やってください。はい、井上さん、ケイツさん、そして伝説のフィッシャー、さかなまんさん、お三方を結果的にお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。一番でかい声、声のボリューム、うなぎのボリューム。